オール電化を推進するイベントが大分市で開かれました。九州電力では、家族で楽しんでもらいながら、オール電化について考えてもらうイベントを毎年開いています。子どもたちが e スポーツを体験できるコーナーやステージイベントがあり、多くの人でにぎわいました。能登半島でのですね、大災害が発生をしておりますけれども、エコ給湯、電気給湯器でありますと、貯蔵しているお湯をですね、災害のですね、生活水にご利用いただくこともできます。九州電力によると、県内のオール電化普及率はおよそ 30% です。九州の家庭のエネルギー総量のうち、電気エネルギーの占める割合を2030年までに7割に引き上げつつ、二酸化炭素の削減にも努めたいとしています。